JFE ホールディングス、JFE スチール、JFE スチール株式会社は日本の大手鉄鋼メーカーである。持ち株会社 JFE ホールディングスを頂点とする JFE グループの中核企業。そ鋼生産量において日本国内では日本製鉄に次いで第2位、世界では第12位の規模を持つ。2003年に川崎製鉄と日本交換が統合して発足した。 持ち株会社 JFE ホールディングスは日経平均株価構成銘柄でありトピックスラージ70の急構成銘柄。航路を所有し鉄鉱石を原料に最終製品の鉱材の生産までを一貫して行う航路メーカーと呼ばれる鉄鉱メーカーである。JFE ホールディングスの中核企業でグループ全体の売上高のうち6割強を占める鉄鉱事業を担当する。 2002年に川鉄と NKK が経営統合して JFE グループが発足した後、翌2003年に行われた事業再編の際に両社の鉄鋼部門が統合し JFE スチールは発足した。なお、手続き上は川鉄が非鉄鋼部門を分離した上で NKK の鉄鋼部門を継承して社名変更した形をとっている。一方の NKK は、 川鉄のエンジニアリング部門を継承して JFE エンジニアリングに社名を変更している。鉄鋼メーカーの規模の指標である素鋼の年間生産量は約2735万トンで日本国内では日本製鉄に次いで第2位。世界鉄鋼協会の統計によれば素鋼の生産量は世界第12位である。製造拠点は神奈川県及び千葉県にある 東日本製鉄所、岡山県及び広島県にある西日本製鉄所、愛知県にある千田製造所、宮城県にある仙台製造所の4つがある。そのうち東日本、西日本両製鉄所は航路を構える筑港一貫製鉄所と呼ばれる大規模な工場である。これらの製造拠点において高判類や上高類、鋼管などの鋼材を中心とする製品を 製造している。鋼材は国内では建築及び土木、自動車、産業機械、電気機械などの分野向けに販売されるが、およそ半数が韓国、中国、アセアン諸国向けを中心とする輸出に回される。参加の企業は約200社ある。鉱路メーカーよりも小規模な電気炉メーカーや半製品を加工し鋼材とするメーカーなどの鉄鋼メーカーが中心だが、 二次製品のメーカー、化学メーカー、工業業者、建設業者、あるいは情報システム企業も含まれる。日本国外への進出は、前身企業時代の1980年代から本格化しており、2010年3月時点では、韓国、中国、タイアメリカなどに出資する鉄鋼メーカーがある。出資企業には、航路メーカーは含まれず、電気炉メーカーも、 韓国の東国製鋼のみで輸出した半製品を鋼材に加工するタイプのメーカーがほとんどであったが2012年2月にインドの大手コールメーカー JSW スチールの株式15%を取得持ち分法適用会社とすることを発表したその他の国外大手コールメーカーではドイツのティッセンクルップカナダのドファスコとそれぞれ自動車用鋼板の分野で技術提携をしている 西日本製鉄所倉敷地区で生産されている洗剤を JR 貨物で全国に鉄道輸送する専用の12フィート5トン積み私有コンテナ。倉敷地区の目の前に広がる瀬戸内海の橋と自然を表したデザインは模型などで商品化もされた。岡山県東水島駅にて2008年5月11日撮影。 川崎製鉄時代、日本交換時代の遠隔については、それぞれ川崎製鉄の遠隔、日本交換の遠隔を参照 JFE スチールの事業は国内の4拠点において展開されている。製品は、鋼材では、船舶や大型構造物に使用される厚板、自動車、電気製品、缶などに使用される薄板、表面処理鋼板、モーターなどに使用される、 電磁鋼板建築、土木分野で使用される H 蛍光、鋼イアイトなどの蛍光や機場、自動車部品や建築物に使用される膀胱、洗剤流体の輸送や機械部品などに使用される交換が主なもの。鉱材以外では、粉末や金などに使用される鉄粉、広い分野で使用されるチタン圧縁品の製造も行う。工場とその所在地 主な生産品目を一家に示す。本社東京都千代田区内幸町2丁目2番3号の日比谷国際ビルジングの23階以上に入居する。支社国内9都市に所在する。営業所国内5都市に所在する。海外事務所20カ国に所在する。2010年3月末時点で JFE スチールの参加には JFE ホールディングスの連結し、 会社162社及び持ち分法適用会社33社が属する。また、海外では、出資会社42社及び提携会社9社を有する。電気炉メーカー、編集鋼材加工品メーカー、編集その他製造メーカー、編集製鉄所内事業、編集その他事業、編集グループ会社、編集航路、電路メーカー、編集その他出資会社、編集東アジア、 編集東南アジア、編集北米、編集中南米、編集その他、編集前身である、川崎製鉄、日本交換の歴代社長、会長は、それぞれ、川崎製鉄の歴代社長、会長、日本交換の歴代社長を参照。前身である、日本交換、川崎製鉄出身者を含める、政界編集財界編集学会、編集その他、 編集スポーツ、編集カテゴリー、JFE グループのスポーツ関係者を参照。他、ありがとうございます。